はい、第2枠、じゃあ行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速お呼びいたしましょう。幻想郷の不人気5150サークルの、リュウ5150くんです。どうぞ。いやあのじゃあユーストとかニコ生放送でありがちなさ、はい、休憩時間が楽しそうだった雰囲気が残ってる。まあそうですね、これさっきも放送されてないっていう感覚がちょっとなんかいまいちわからないですけど、はい、始めまして。あ、どうも、なんかもう毎週かもう3日に1回ぐらい仲良しです。一昨日ね、会ったしね、リハでね、会いましたね。じゃあ、はい、リュウ君のそのまずじゃあご挨拶というか自己紹介を。はい、はい、5150という同人サークルをやっている、まあ一人でやってるんですけどね、まあリュウ5150と申します。よろしくお願いいたします。さっきからね、この放送を舐めながらもうそこですっげー会話吐いてとか喋りてとかねずっと思ってましたよ。やっと僕のターンが来ましたね。あのさ、俺バキとかタフの話したら本放送中だっけ、休憩中。いや、本放送です入りたかったよね。めっちゃ入りたかったですね、あれもう俺の今日のテーマは、あのメンバーがマイナスイオン、アイアンチのリュウ515が悶絶メタル系だから、はい、飲み会にならないようにしてお酒がないだけ、まあなんとかね、お酒あったらちょっとガチでやばいです、ね、ただの飲み会にならないようにすることで、はい、別の話とかしちゃいますね。はい、じゃあ、まずじゃあリュウ君についてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、はい、じゃあまずリュウ君の個人的なことから。はい、個人的なこと、プライベートの体脂肪率とか知りたくない。なんでですか。じゃあ、 あのちょっと質問来ちゃってるんで、はい、読みますね。メタルにハマったきっかけ。メタルにハマったきっかけ、僕あれなんですよ、あの父親があのハードロックとかすごい好きで、うん、あの家に CD いっぱいあったんですけど、うん、お父さん何歳?50ぐらいだったかな、なんかいまいち把握しないんですけど、俺とあんま考えちゃういや、なんかあのそれで家にブラックサバスとかがあって、なんか小学校の時にやたら聞かせられて理解できなくて、うん、で中学校の時にバンド始めたいっていうところに、ベンチャーズを聴かせてもらって、そこからギター始めて、うん、ディープパープルが好きになって、うんうん、レッドゼッペでレインボーたまってって、そこからハロウィン聴いてハマりました。まあじゃあ大体その60年代から80年代に順番通りで、はい、その最初のブラックサバスは飛ばしたもんね。はい、飛ばしました。その時飛ばしてブラックサバスの何を聴くの。なんだかもう覚えてないですね。ファーストとかだ。ファーストじゃない、多分。いや、ディオがなんか好きって言ってたんで、多分ディオが歌ってる声のやつですね。ヘブ&ヘルとかの辺だと。あれでもやっぱり最初は辛いんだね。最初はちょっと、ちょっとダークな感じだな。まあ、あのロニーの凄さがよく分かんないですね、あの最初では。まあ、最初は分かんないんだよね。今はすごいよく分かりますけど。あのロニーとグラハムとジョーリン・ターナーの声の区別もつかないんだよね。ハロウィンと ストロートバリーズの声の違いすら分かりませんでしたね。俺すごいメタル聴き始めにアンセムのベスト版買って、森川さんと映像さんの声の区別つかなかった。でも初心者はしょうがないですよ。俺は最初クイーンですけど、フレディ・マークじゃなくてブライアン・メイとかロジャー・テイクとか初心者はクイーンとかです。あれだよね、あのスラッシュメタルのアルバムを買うとさ、いつ曲終わったか分かんない。それはもう今僕も今でもそうだよね、それは。最初聞いたもんね、あのイオンちゃんも最初にメタル聴き始めの頃にあるブラックサバスのファースト、黒いアンスコビ、ちょっとあれを2曲目のウィザードで魔法使いでダメなんだ、1曲目いや、なんか最初に聞いたことがない音楽で、まあ、なんだろうって聞きどころが分かんなくなっちゃうんですね。メタルっていうものに関してある程度早いっていうイメージがまだあったから、 なんかゆっくり恐ろしさを表現しているんだろうけれども、うん、なんかわかんないと思ってその後ハマったのがあれなんで、ペインキラー。そうそうそう、その後ペインキラー買ったら全く逆で驚いた、はい、もう神に出会ったと思いました。疾走ハイトーンですね。はい、なるほど。で、リュウ君、はい、で、そうすると影響を受けたミュージシャン、アーティストとかものとかは、やっぱりリッチー・ブラックマンとブライアン・メイはあのすごい好きなんですけど、うんうん、それ以外だとやっぱり、マノ・ウォーとか、うん、あとクレイド・オフィルスとか、うん、あとは福山良樹とか、うん、とかあとはプリキュアとかその辺ですね。あ、この辺がもうすごいもう影響を受けて、もう毎日のように聴いてるんですよ、この辺は大体5150のライブをさ、はい、この間あのアストロホールで見てたじゃん、はい、楽屋で見ててさ、はい、あのなんかあのサウザンド・リーブのボーカルのウエスト・ビレッジがさ、はい、あれなんでこの子マノ・ウォー歌ってんのって、はい、あの
オマージュというかもうほぼまんまの曲でしてあのシンフォニックトーク5に収録されてますので。なるほど、ね、じゃあ最初はその音楽同人を始めたきっかけというか最初はバンドだったんですか。あ、同人を始めたきっかけはあの僕あの音楽専門学校の卒業生なんですけど、で卒業してからやっぱりバンド活動とかしたいと思ってメンバーとか探してたんですけど、なんかうまく集まんなくて、で結構バンド活動ってメンバーが固まるまでに時間かかったりとかする期間が長いじゃないですか。そこが長いです。そう、それがもう嫌で、もう一人でだったら俺がもう5人いればもういいじゃんみたいな感じで始めたのが同人です。基本同人やる人間ってそれだよね。まあ僕もそうだと思うんですけど。バンドから同人来る人間はね。はい、それでケリー・サイモンさんとかも全部一人でやってますけど。ああ、まあ、ケリーさんはね、ちょっと別格的にね、はい、ドラムもドラムし、キーボードもうまいし、アナイアレーター。アナイアレーターアナイアレーターもそう。アナイアレーターは別にうまくはないけど、歌は、ギターが神なんで、はい、ね、それまで同時音楽は聴いて、聴いたことがなかったですね。サウンドホライズンだけは知ってましたけど、他のは全然知らなくて、だからあの、うん、自分でサークル作る前に夏のコミケにとりあえず様子見に行ったんですよ、うん、どんな空気なのか。何年ぐらい？2007年の夏ですね。5年前。あ、その時ってどうでした？その時になんかあのいろんな CD を大量に買ってきて聴いてみて、あ、なんかいろんなのいるけど、なんかじゃあこういうのありだったら俺もやってみるのありかもしれないってなんかこう思いましたね、うん、なるほど、はい、あれだよね、なんかサンホラのサンホラから入る人多いよね。多いですね。サンホラはなんかあの日本版のラプソディーでね、さっき言ってたけど、そこが契機ですね。でそのサンホラ以降でいいのがガン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 巨人なんですよ。アズレイルとかロクインアリスとか、あ、ドラゴンガーディアンとか5150とかでもほとんどそうだと思います多分。同時に見たら、あ、特にオリジナル方面がそうですよね。そうですね。サンホラがじゃあ同時に出身だったから俺も同時にでやろうみたいな。じゃあサンホラがなんかあのサンホラがなんかその同人をなんかこう行く人なんかこううまいくらいにこうツボにはまるようなフレーズがサウンドが多いんですよね。あの歌詞の世界とかもね。そうですね。オタクっぽい感じがこうギリシャ語とかフランス語を巧みに使って。あれでサンホラのさ歌詞カード見てるとブドウ酒をなんとかブドウ酒って漢字で書いてあって、振り仮名にピノノワールって書いてある。品種を限定していらっしゃる。しかも中世 の、 あのパリ付近だから、はい、やっぱりピノノワールしかないんだよ。なるほど、うん、その辺の時代交渉、うん、意外に詳しいですね、サンホラ。意外と詳しいですね。サンホラの歌詞読んだことないですよ。イタリア語がよく使われてるのはなんかあれね、ラテン語なんだ。あれラテン語なんですか。ラテン語はクレはラテン語ですから、ね、ほぼまあ一緒の言語だけど、それは知らなかったですね。この後3枠で紹介するバンドをね使ってますけど、ね、あれそうだったんですか。そうだった。あ、いや違います、それはそうだったんですかって言われて、はい、はい、次どうぞ。そうすると、今の構成は一人のサークル、まあ、あの絵を描くやつが一人いますけど、うん、はい、まあサウンドとか音楽方面は全部僕が一人やってるような。デザインもやってる。デザインはまあそうです、僕がやってますね、うん、一応。じゃあもう今埼玉県民ということでいいですか。え、はい、今埼玉。じゃあ、はい、埼玉の山美ってことでいいですか。埼玉の山美。だいぶなんかこうパワーがダウンしますね。じゃあ今活動スパンって結構精力的に活動されてると思うんですけど、コミケが大体の東方で M3 でオリジナルを出してっていう年間4ぐらいでなんかなるべくやろうと思ってるんですけど、結構なスパンだよね、うん、そうですね、オリジナルの期間が特にきつくて、例大祭だからすっ飛ばしたりとか普通にしますね、はい、その代わり夏コミまでは一応若干時間があるので、はい、だからそこはなんか出してってみたいな感じでやってますね。年4はすごいよね。年4はでもアイアンタックもっと出しますよね。年なんか6とかありますよね。いやいやいや、でも年4出してさらに、はい、あのバンドやってるじゃん、あのアイアンアタックとか自分のバンドとか、はい、それが忙しい原因だよ。特にアイアンアタックが、ね、アイアンアタックは大変ですね。あれリュウ君がベースを弾いてくれて、でリュウ君があの、ね、あのバンドのツアーメンバーでね。はい、ここでもううまい具合に切り替えていく。うまい具合に、はい、いやもう本当ね、もうこんなんやんだぜみたいな、
あのこんな放送やんだぜみたいなのをまずリュウ君に相談したら、そんなのなんか千野さんができるわけないじゃないですか。あ、トークが。そう、だってそんなゲストの長所をうまく引き出してとかじゃなくて、あんた自分のことしか話さないじゃん。あと放送事故がなんか起こる可能性が。それはもう気をつけてもらえないですけど、いやだってなんかそのゲストが、いや今度僕アルバム出すんですよみたいな、その今度なんだ生のバイオリン使ってた、そうなんだ生のバイオリンって言うと俺もねみたいなそういう流れにしかなんないじゃないですかと言ってたのに、はい、まあ本人出ましたけどね、はい、いや僕はあのこの放送の話を聞いた時に多分いずれ誘われるんだろうってなんかこう思ってたんですよ。話が来るだろうって。でもまさか第2回とは思ってなかったんですよ。こんなにすぐ来るとは思ってなかったんで、まあ俺は意外な人生を狙ったつもりだったからまあ、ベーシストとしてどうなんですか。あのそういう質問が一応来たんで、はい、ベーシスト、あ、そう、うん、いやなんかね、はい、いやなんかその、アイアンアタックのツアーでこう、はい、一緒に活動するということについて本人的にそれはどうなんだみたいな。ああそれはもうあの僕があのどういう位置づけになってるかというのと、はいはい、いうことをなんかお願いします。位置づけ、もう僕なんかあのそもそもアイアンタックで弾くきっかけになったのが、まあ、あのニコニコ動画であの、うん、できもしないフィンガーピッキングでアイアンタックのコピーのベースをベケベケ弾いたら、ある日あのツアーライブのメンバーでちょっと弾かないっていうのミクシーメッセージで来たというのが慣れ初めなんですけど、でもなんかあの当時僕55万ってあのシンフォニック東宝を出して2ヶ月目ぐらいでしたかね。だから東宝のなんか方面としても全然なんかペーペーで、しかもオリジナルだと もっとペーペーな状態だったんで、マジかーってなんかこうやってて、まあそれでなんかね、それの関係でなんかちょっとあのなんだろう、いろいろと分かったことが勉強になったことが多かったんで、まあ今でも声がかかれば必ず出ようとかなんかそういうな感じの位置づけにしてますね。まあ普通あれだよね、あの最初のこう最初に自分が関わったバンドはまずそっち優先で出るよね。まあそうですね。誰の音とは言わないけど、アンキもあれ炭酸くん出るって。ああ、そうですね。まだ2枠なんで。ちょっと。はい、あとまだ来てますね。そうですね。で、今活動されてて、次の新作はやっぱり夏コミ。あ、はい、夏コミですね。来週、夏コミ。もうそんななんですね。はい、2日目。はい、2日目でございます。11日土曜日。新作どういった感じになってますか？はい、去年、一昨年に引き続き、幻想の第3弾を出すんですけど、今回はメンバーを変えまして、はい、まあ、あの何があったかというわけでもないんですけど、別に特にね。で、まあ、メンバーを変えて、その結果なんかあの勢いと、あとなんかこう、ありつつなんかこう僕ん家でなんかみんなレコーディングできるようになるべくしたので、細かいことを合わせられるようにしたんですよ。っていうので変えたりして、であとは去年までの方向性だとちょっと分かりにくい部分が多いかなと思ったんで、ちょっと音楽的にあのなんかここがなんか盛り上がるところだぜみたいな、なんかちょっとあのわざとらしさが足りないかなと思ったんで、その辺すごい意識して今回のは作りましたね。だから明るくてポップでこううおー的な感じの曲ばっかです。分かりやすいよね、はい、ここで叫ぶんだなっていうのが最初聞いて大体分かる気がしたっちゃいます。はい、それは年に1回ですね。はい、シリーズがものが多いので、なんか年に1回ぐらいしか。明るくて、ウォーってなって何人かのボーカリストがいるっていうの、ね、いうのがその幻想という人、はい、で、他に並行してやってるのがオリジナルの方と、はい、あとシンフォニック東方ですね。はい、それですね。シンフォニック東方の、方向性は、まあ、はい、ストリーラプソディみたいな、ツーバス、早弾き、ハイトーンとか合唱だと、あとオーケストラ、まあ、分かりやすいやつ、分かりやすいです。もう分かりやすいのが大好きなんで、オリジナルの方の方向性は大体同じです。大体同じ。オリジナル分かりやすさを。オリジナルの方は分かりやすいんですけど、なんかもうちょっとこうあの自分でメロディーいっぱい作るとか、なんか全部自分で作るじゃないですか、オリジナルの方は。うん、東方の方は自分でメロディーとか作るわけにいかない部分があるんで、うん、そのできる部分がこうある程度限定されて、その中で頑張ろうっていうなんかスタンスなんですけど、うん、オリジナルはそこで勉強したことを全部こう自分で作り変えて出そうみたいな感じにしてるので、うん、あ、まあ、ちょっと複雑になってますね、オリジナルの方が。はい、あ、結構あれコンセプトアルバム。そうですね、あのアスカ、うん、なんか絵の描いてるアスカが考えてるんですけど、その辺は、うん、はい、だからやっぱりサンフォの系というわけでもないんですけど、はい、通じる、あ、そうですね、感じで、はい、そっち系です。曲もメタルだけじゃなくていろいろあったり、はい、ポップなの大好きなんで、そうそう、ポップなのあったり、はい、あとコレオグラシーなのもありました。あ、はい、ちょっとマシン系っぽい感じ、はい、ですね、あれ良かったっすよ。あ、ありがとうございます。ケイさんは1作目からレビューされてるんですよね。そうそう、シモリの塔もそれで、
はい、実は地方東方 の前もやってますよね。あ、黒歴史だ。そう、なかったことになかった何か変遷が再発したやつ再発何ですか。ああ、再発した時には自分で撮り直してなんかあの自分が作った曲ばっかりにしか入れてない状態にしたので、その前のはなんかもうあのあ この話する必要あるのかちょっとまあ、あのいろんな人がいっぱい入ってた頃のあ、ね、あ、黒歴史のね。はい。あ、聞いたことあるわ。はい、黒歴史がもう買えないんですよね。はい、売りたくない。売りたくない、うん、まあうん、そうですね。なるべくならですけど。だそうです。はい、まあ、たまにでも中古店とかで並んでることがあるらしいです。たまにね。じゃあ見つけたら買っときますね。あ、はいはい。あるんだ。はい、なんか作るという観点での質問でね。はい、例えば、前回アイアンさんが語られたポイント、なんだろう、俺が語った多分なんかちょっと理論的なことだった。あ、それ一枠目じゃないですか前回。そう、一枠目。僕それ見れてないじゃないですか。あ、消えたんだよなんか出たら。リフとか。リフとかそう。リュウさんはどのようにお考えてる。見てませんって答えて。見れてないっていうのはでね、すごい面白いのがね、そのリュウさんはどのように考えているでしょうか、ね。はい、楽器が違うと考え方も変わるのかなどって書いたんだけど。楽器同じですよね。完璧にパートしてる。リュウギタリストなんです。たまに歌うギタリスト。そうですよね。でベースも自分で弾く。はい、ですね。イメージがアイアンタックでベース弾いてる。ああ。でもベースで曲作りってきつくないですか。ハードロックの人結構そうやるし、ザックワイルドはやるって聞いたことありますけど、セイブハルスなんかもベースで、うん、ああまああれはそうですね。ガンダンドローゼスとかもベースから、あ、そうなんですか。そう、うん、昔はベースから作ったらしい。まあリフものですね、要するにやっぱり、うん、まあリフとリズムが、まあ、うん、ね、まあロックってそのなんか辞書で弾くとあのビートとコードとそのリズム主体の音楽っていうふうに出るんで、多分ベースから作るのは間違ってないんだと思う、ロックという意味では。メロディーとかコードのなんか響きとか考えるとギターとかピアノの方が絶対なんか作りやすいなって感じがしますね。まあ、俺たちは ねメロディー その国の人間だからメロディーの国。そうなんかなんだっけ、この間その話したどっから曲作るみたいなので、はいはい、リュウ君の場合ってどっから作ってるの。リフから作ってるの、メロディーから作ってるの。いや、リフから作ることはまずないですね。あ、そうなんだ、はい。僕は俺ちょ表向きリフからって言ってる。表向きじゃあ前回もじゃあそういう風に言ったそう前回はこれ放送しいいですか。いや大丈夫僕はそうですね、歌から作ることが多いですね、うん、あとアコギで作ったりとかが多いですね。うん、そうですね、なんかリフから作ることはまずないかな。まあ、一応ボイスレコーダーにリフ集みたいないくつか貯めてはありますけど、もうそこからメロディーを作ることはないです、ね。リフ集ってギターで弾いてんの。はい、そうですね、ギターだけで。あ、いや前ドラゴンガーディアンのフューチャーアーサーが、はい、どうやって曲作ってんのって言ったら、自転車乗ってる時に急に思い浮かんだら携帯のボイスレコーダーが止まって、はい、その場で適当な歌詞つけて歌うんだって。俺はなんとかで歌詞までつけちゃうんですか。それが全部こう MP3 になってすごい数のフォルダになってて、はい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 、死ぬ時はそれを破壊してから死ぬ。全部僕の歌です。家帰ってから作り直せばいい。即興の歌詞ですね。僕はラーメンが大好きだみたいな。太っちゃったんだ。6キロ太った。自分の家に送る。これすごい身内トークなんですけど大丈夫なんですかね。作曲方法。はい、作曲方法はまあそうですね。だいたい歌から作ることが一番多いです。なんかね、作曲方法でやっぱり話そうと思ってたんだけど、はい、前回アイアンアタックのスタジオ入った時にバッハ先生がどうやって曲作るんだみたいな話の時に、コードから作るとか、 なんかメロディーから作るとかして、アイアンさんどっから作るんですかって、俺全部みたいな感じで、もうその場でなんかドラムとかリズムもメロディーもハーモニーもギターもなんかおぶりとかもう調子いい時歌詞まで出てきちゃうんだけど、なんかそうやっていっぺんに降りてきた時って絶対名曲になるんだよね。あっていう風に言ったら、なんかそんなの2年に1回ぐらいしかないっすよ。だからまずないですね。だから本当の名曲って2年に1曲ぐらいしかできないじゃん。あ、うん、あとは理論的、まあ、俺はあれだよ、毎アルバムごとに1回か2回ぐらいはあるけど、ああ降りてくる、降りてくること。
降りてくる系は、なんかこういうの作ろうって思ってからなんかやることが多いので、あんま、そうですね、コンセプトからいくとそうだよね、はい、海半線が逆だってさ、海半線ってすごいコンセプトアルバム多いじゃん、うん、はい、あ、曲作ってから、あれ曲作ってからあ、そうなんですかね、打ち上げみたいな感じです、なんか後付けな感じです、アルバムもまあそういう風なやつ多いんじゃないですか、なんかあの他の人でもなんかあの曲がこういうの集まったからこういうコンセプトにしようみたいなって、歌詞はあれですけど ね、 あ、結構ノーコンセプトみたいになることって多いような気がする、あ、まあ最初作ってる時はね、はい、じゃあそのあれからするとその5150は結構そのね、アルバムごとに完全な方向性があるもんね、そうですね、こういう風に書いてくれてみたいなのが、うん、アスカのなんかそのあの設定資料集みたいにこう書いて送られてくるんですよ、あ、1曲目はこういう風な曲調でこういうので、あのアーティスト廃業しても、はい、あのスタジオミュージシャンで食ってくるよ、ね、本当大変でしたけどね、あ、指示通りにそうそうソングライティングして、仮歌まで歌ってみたいな、あ、仮歌はもうもちろん全部で計画立ててね、きちんとこなしていくっていう、はい、もう最近ちょっと見やすいんですよ、同時に音楽って分かんない人にはここが一番分かんないと思うけど、はい、本当に締め切り守んないね誰もね私一日だけちょっと今回伸ばして申し訳ございません、伸ばすっていうかそのギリギリでやることがまずありえない、まあ、そうですね、だってこっち落ちたら死ぬ川だったとするんじゃん、ここ歩くやついないでしょ、まあ、今冬コミのを作ってるあやんさんにはきっと理解ができないねえもうメジャーは2ヶ月前納品ですからね、ああ、まあそうでしょう、アニメとかもね、そうそうそう、そういう面でも同時に、でもこういうのって正確ですよ、やっぱり冬休みの宿題いつやるんだっていう、ね、前日のあ, あれだってあの鳥山明って一回もあの締め切り破ったことないらしい、あの多忙さで、斉藤孝もそうですよね、あ、そうだ、からなんかプロ意識なんだろうね、長井豪とかもそうでしたっけ、長井豪もそうだし、そうですね、石ノ森章太郎もそうだし、あ、あんなに多作なのに、ね、これなんか全然関係ないことになってどん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 居酒屋トークに繰り返しますけど、じゃ あ, あの最後に今後のなんか方向性とかやりたいこととか、活動と抱負を、うん、今後の活動と抱負、とりあえず、まずは来週ですよ、はい、はい、そうですねライブだ、そうだそう、それをあれ、それそっちですか、あ、これも多分見えないと思うんだけど、そうライブじゃない、あのユーストでは、はい、見えないでしょうね、え、もう、はい、コミックマーケット82、はい、アイアンアタック東佐野 50A です、よろしくお願いします、位置近いですねこれ、はい、カタカナの佐野 50A ですね、あ、僕はあの佐野50、あ、違う35だ、 35B で、多分ね、あの両方とも東サンホールですね、これこれカタカナの佐ね、カタカナの佐の35のB ですね、はい、B です、新作を引っ提げて、はい、フラットではありません、東京ビッグサイトで、ビッグサイトですね、はい、はい、ビッグサイトです、8月11日、はい、はい、暑いですけどね、電車と徒歩でお越しください、はい、このアイアンアタックのブースナンバーを言いたいがためにこの話題を振ったから、ね、なるほど、そういうさっきの伏線だったわけですねはい、じゃあ2枠のゲスト、リュウ・ゴイチ・ゴブラ君でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。